皆さんおはようございます。ここは JR 新大阪駅です。今回は台風14号接近に伴い区間運休された小玉号に乗ってきたということでやっていきたいと思います。本日9月19日っていうのは台風14号接近に伴い山陽新幹線が区間運休されているんですよね。今回小玉号に乗っていくわけなんですが、本来はね博多行きなわけなんですが、本日は台風接近に伴い広島行きとして運行されます。今回は姫路までね新幹線で移動していこうと思うので、広島行き小玉号乗っていきます。こちらがですね JR 新大阪駅指定席券の駅上にある列車空席状況モニターです。9時2分発9時38分発のぞみ5号9号岡山行きになっていますね。あれ普段は東京発博多行きののぞみ号です。ちなみにのぞみ81号、光501号は岡山広島行き一般的なわけなんですが、のぞみ15号も岡山行き、17号は広島まで行くんですね。そんな感じになっています。これレアな行き先表示です。ということで JR 新大阪駅の南口改札までやってきました。今回使う切符こちら、新大阪から姫路までの乗車券と新大阪から姫路までのこだま845号指定席券です。こちら特急券の横にねここになっているわけなんですが、こちら個室とも書かれてあります。今回は姫路までレールスターのコンパウメント席に乗っていきたいと思います。これねコロナ禍でもね個室なので結構安心できる部屋なんですよね。でこちら120ミリ券自動改札機通らないので有人改札から通り抜けていきましょう。すいません、これで入りたいんですけども、はい、かしこまりました。3名様ですね。2人です。あでも、あの小2で足せば乗れるんで、3人分取ってるだけです、ね、はい。じゃあまた姫路着いた時もですね、係に全部見せてください。どうぞ。今回ね、姫路まで乗車していく広島行き、また コンパーメント席付きの列車っていうのは9時32分発こだま845号広島行き、普段ならね博多行きなわけなんですが、台風のため本日は広島行きなわけです。発着ホームは20番線なのでね、20番線の方へと移動していきましょう。ということで JR 新大阪駅の山陽新幹線下りホーム20番線にやってきました。9時32分発こだま845号広島行きは見ての通り来ていません。9時17分頃新岩国からの列車として入線していきます。現在23番線に入線している列車というのはのぞみ7号新大阪行きです。また同例なわけなんですが、7号ということで本来は博多行きだったんですが、台風のため新大阪東行止めになるわけですね。車内の点検整備をいたしましたのうち9時32分発こだま845号広島行きとして運転いたします。折り返し運転のため車内の点検整備作業をいたします。ご乗車はしばらくお待ちください。到着後すぐのご乗車いただけません。ご乗車はしばらくお待ちください。周りの黒いやつを覗いて見てみるとね、700系の顔って感じがしますよね。確か700系カモノカシだったと思うんですけど、どうだったでしょうか。では早速乗車していきましょう。今回個室ということでこんな感じになっています。で今回乗していく個室っていうのは2番の個室ということで、こちらですね、こちらです。個室ということでドア閉めることができます。ということで、ね、このレバーを取ってこのように閉めるとね、ほぼ個室になっています。後ろが壁だからリクライニング倒れないんじゃないかと思われると思うんですが、こちらになんとリクライニングのレバーがあるんですよね。後ろに倒れるのではなく、こういう座面がね前へ行くようになっています。こんな感じでね、結構さつけるんですよね。でこれ結構快適です。9時32分新大阪駅は帝国通り発車していきます。
せというのは情報はないですね、この辺りは。普段はね、博多行きで終点博多まで各駅っていう放送なんですが、台風のためね、本日は広島行きで広島まで各駅に停まります、なってますね。709小玉レールスターというのは車両の端と端にはついてコンセントついているわけなんですが、個室にもね一発だけコンセントついています。2アンペアということでサンライズの B 信頼と同じですね。こういう感じでテーブル灯とかもあって、このようにね光ります。夜とかね作業するときはこれ使うのもいいかもしれません。天井灯っていうのはねこちらがつくんですよね。あちらは利用できません。こんな感じでマジの個室ってわけではないので、大声出したりマスクを外したりっていうのはできません。あんな感じでマスクを着用しての会話控えめにお願いしますって書いてありますね。ということでね、新大阪から12分で新神戸までやってきました。新神戸駅っていうのはトンネルとトンネルに囲まれた駅になっています。9時46分新神戸駅発車していきます。今回降りる姫路まではあと32分ほどでね到着してしまいます。早いですね。まだすぐトンネルに入ります。本当ねこの個室グリーン車よりも快適ですね。なんぼグリーン車だって近くに知らない人がいるわけですから、これはドアまでねしっかり設けられていて、プライベート空間に設けられています。これに勝てる新幹線車両というのはありません。高橋へ到着したわけなんですが、向かい側には光レールスターが止まってましたね。ちなみにあれは小玉ではなく光レールスター新大阪駅です。ということで新大阪から22分です。西明石までやってきました。ここでは通過待ちのため時計空港を停車します。列車乗車1目標光号は1時間に数本止まるので分かりますが、のぞみ号っていうのは1日1往復しかないんですよね。いやー1日1往復しか止まらないのの望み表記あるっていうのは親切ですね。10時3分こだま845号は石明石駅発車していきます。次は11分後降りる姫路駅です。あっという間ですね。姫路到着前にね若干だけ JR 神戸線と並走します。現在今何駅か分かりませんでしたが普通列車止まってましたね。これが JR 神戸線山陽本線の線路です。奥からね北鉄103系の万丹線もやってきました。2両編成なんですね。寺前方面からの万丹線とも合流します。この姫路駅でもこの小玉号っていうのは4分ほど停車時間があります。小玉号車内販売とかないので自動販売機でねジュースや飲み物を買えるんですよね。ただ売店もあるのでね車内買い忘れて乗っても、まあ、停車時間でね買えます。
乗ってきたこだま845号広島行きが発車していきました。この動画をここで終わりにします。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。